はい、ということでこんにちは、山川聡輝です、ということで皆さん見てください、ここきっとおそらく、皆様も知っているであろう場所だと思います。このね、オクタゴンの中見覚えある人もいるんじゃないでしょうか。はい、そうです。今日は、トライフォース赤坂に来ております。はい、ということでですね、ちょっと今年、YouTube 僕頑張りたいなっていうふうに思ってて、コラボを、たくさんしていきたいなというふうに思っておりまして、そのまず第1弾にですね、お話をさせていただいた方々がいらっしゃるんですけれども、ここ赤坂トライフォースでですね、普段タイヤデスマッチをやっている方々がいらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっとそのタイヤデスマッチを、パクりまして、まあ、もうパロディですね、もう丸々パクってタイヤデスマッチならぬ、足つぼデスマッチをしたいなっていうふうに思って今日は来ました。はい、ということでですね、本日のゲストをお呼びさせていただこうと思います。このお二方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おいすー、おいすー。はい、総合格闘家の白川陸斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ご紹介を。はい、トレーナーの小倉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ごめんなさいね、本当に朝倉兄弟じゃなくて皆さん。いや今年もやったらね、やっぱみんな期待したと思うんですけど、すいません、僕なんかの。ごめんね、みんな。ごめんなさいね。いやいや、タイヤデスマッチを見てからもうずっとやりたかった企画があって、今、リックさんが持たれてるんですけど、こちらの足つぼマットで、足つぼデスマッチをやりたいなと思って今日は来ました。ふざけてるやろ。ふざけすぎやろ、それは。足つぼってこれ健康でやるもんやろ、なんでデスマッチなんだよ。いや、結構タイヤデスマッチあの中でもバチバチやられてるじゃん。そうやね、上々。で、まあそこにさらにプラスアルファしてきついの何かなって思ったら、こちらの足つぼでその上でやるとやばいね。さらに面白い映画。パンチできるのこれ。大丈夫。いや、もうこの上でタイムスの見どころっていうか迫力があるからいいねんけど、どうしよう、消してきてない。そうですね、この上でちょっと殴り合いをしてもらおうかなというふうに思っております。なるほどね。そうなんですよ。まあ格闘技やってる理由様々あると思うんですけども、まあもちろん強くなるため、格闘技で稼ぐため、いろいろ夢があると思います。まあその中で格闘技はね、健康になる、健康目的でやられる方もいらっしゃると思うんですよ。まあね、なんでもう足つぼといえば健康になる、そしてその上で格闘技でやると、そしたらもうなお健康になるという。なるほど、そういった僕の企画案でございます。なるほど。じゃあこれを皆さんのお手元に届く頃には価格としていくんじゃないですか。なんと今なら1キュッパもち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 な価格帯。ルールは、この上に乗って、20秒間、もうその上で、各自置き方はもう自由。あ、置き方は自由なんや。だから、まあ、こう水平に置くのか、縦に置くのか、あ、自由なんや、それは。だからその代わり、ここの上から落ちたら、その人の負け。あ、っていう形で。落ちたら負けなんや。やらせてもらえるかなって思ってます。きついな、これ。落ちたらダメゲームか。なんで、まあでも、押してもいいんですけど、押したらやっぱ自分も踏ん張る。確かに。結構自分もダメージ。ああ、難しいな、それ。そうか、押すのもありなのか。そうなんですよ。押すのもありだったら、ちょっとなんかこう、横にやるのはバランス悪いんだろうな。そうですね。確かに戦い方にコツがいるな、これ。はい、考えてやってもらおうかなというふうに思っております。はい、わかりました。そしてですね、まずこの動画を撮る前にですね、僕のこのね、顔のもう怪我がもうすごいことになってると思うんですけど、どうした？試合しすぎた。確かにもう直近もうブレイキングダウン終わってから3試合してるんで。やりすぎやろ。そうですね、結構やりすぎやで。そうですね。で、リクトさんの方のチャンネルでも、撮らせていただきましたので、ぜひ白川リクトさんの YouTube の方を見ていただければ。お願いします。山川君と1分間で戦いやる、はい、やらせていただきました。ほんまにあんなことするおめえ。いや、もう本当にもう、あんな風にされるとは、あんな風にされるとは思いませんでした。そんなの思いが、おいす。ぜひ見てください。概要欄に貼ってありますので、ぜひお願いします。ということで、こちらの足つぼデスマッチをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、この
アキスボーデスマッチ、ちょっとこの板見た感想は。ふざけすぎやな。結構でかいよ。ね、確かに、リフトさんの無駄遣いかなとは思いました。いや、こんなもんでいいっすよ、もう。これをやりたくて、はい、え、実際どうなの、乗ってみてどうなの。実際さ、うん、結構痛いの。あ、ほんま。結構痛いし、これからだって対立みたいに殴り合わなあかんやろ、はい、うん、絶対迫力出えへんから、これ絶対なんかボス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 みたいな。え、ちょっと一回シャドウしてみてよ。 OK 見てこれ、弱しアップにもなれへんそれ。でもどうですか、ちょっと体健康になってるような気はしないよ。いや、もう不健康になる。でもルールは、簡単なんですけど、まず、用意スタートピーってなったらその上に乗ってからスタート。いや、痛かった。痛そうやめっちゃ痛そうやった。まず最初はここで、まず最初そこになる。そうなんですよ。で、こっから、スタートピーって、うん、いや、もうリングインの時点で結構ダメージ負ってんな。よし、ダイナミックにいきますからね。よし、はい、3、2、1、はい。え、待って待って。え、1秒 KO 負け。めっちゃきつい。え、これもね、比較にしてるとさらになってないじゃん。え、終わった、終わった。いった。え、ちょっとリクさんめちゃめちゃ強いじゃないですか。事故。え、どうしたんですか。これは事故です。やっぱリクと練習してたからな、この日のために。練習してプロはやっぱ違いますね。違う違う。いや自滅してるこの子。なんかめっちゃ大学力取ってるの。うわーけど俺これ見て、井上尚弥がいつダウン取ったかわからんぐらいの気持ちだった。え、今のって倒れたみたいな。いや、もうこれもうやっぱもう一回やろう。もう一回。さすがにこれ企画倒れすぎるわ。じゃあもう一回お願いしていいですか。ちょっとこれこんなはずじゃないんですよ、僕。はい、日体大僕結構なね、思い持って卒業してるんで。え、日体大謝れ。よし、じゃあ15秒目。今のは1ラウンド様子見ですから。よっしゃ、よっしゃ。こっから様子見な。はい、よし、これダイナミックにな。そう、はい、じゃあ5秒前。はい、3、2、1、スタート。よっしゃ、来い。弱っ。日体大弱っ。いや、3秒、1秒の次3秒、2秒伸びたら。これ、すいませんでした。これちょっとダメですね。山川くん、山川くん、俺らはもう分かったそれ。この企画続かないかもしれない。はい、いや、これね、当の本人がダメ。乗った瞬間に痛すぎて、うーって言って、攻撃一発もしてけへんね。いや、でもやっぱもう、白川さん、やっぱプロなんで、もう、プロのこう圧力で、確かに負けちゃった感じですね。確かに。関係ない、これ。全然関係ない。やっぱ、さすがもうプロ。いやな。関係ない。やっぱ全然人からも違うわ。一発もパンチ打ってきてない。じゃあ俺らのチャンネルではこのタイヤの中にそれ入れて戦うっていうのは地獄や。地獄や。これあの回ったらギュンギュンなんな。足自分から出すから。実はな。いやこれはね、これ第一弾の企画倒れですこれは。いやでもやっぱ、まず一番最初に僕エリクさんとやりたいって。ああ、なるほどね。はい、まあまあ創始者みたいなもんですからね、はい、ダイヤの。そうなんです。流行らしたら僕ですから、はい、これ僕が、まあ、徐々にやってどんどんできるよう打ち合えるようになってったら健康になってってるってことです。え、今不健康なん。そんなことないと思うんですけど。今不健康なん。そんなことないですけど、徐々に僕がこれシリーズ化していくんで、あ、戦えるようになってったら、あ、山川は健康だ。ちょっと待って、これ今この感じでさ、これまだ続けていこうと思って。あ、もちろんですよ、もちろんですよ。逆にメンタル強いな。強いな。いや、で、ってなったら、
の僕がもうめちゃめちゃこれで自信あるよってなったら、うん、ちょっとリベンジさせてください。あー、なるほど。とりあえずだからこれで20秒間動けるようになってきたからそうですね、そうですね、はい、もうほぼリコ何もしなかったよという感じで、はい、こんな感じでやらせていただきました、はい、僕のチャンネルは、一旦ここで終わるんですけれども、はい、ぜひ白川ゆくさんのチャンネルも、はい、お願いいただければというふうに思います。おじちゃんのかっこいいところを見れますからね、試合させてもらったんで、はい、ぜひ見てください、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。また、はい、はい、ぜひお願いします、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。バイバーイ。